さんこんにちは。森谷ドラムスクール大阪高校生の石原匠です。本日は演奏中にスティックを落としてしまった時の対処法っていうのをお伝えできればなと思うんですけれども、スティックを落としてしまう原因っていうのが、まあ、いろんな原因はあると思うんですけど、よくあるのがタムの移動だったりとか、まあ、シンバルを叩きに行く時にスティックが引っかかってしまうっていうパターンと、もう一個はドラムにおいて脱力ってすごい大事なんですけど、その脱力を意識しすぎるがあまりにグリップがちょっと甘くなってしまって、リバウンドに負けてスティックが飛んでいっちゃうとかっていうパターンも、まあ、原因の一つかなと思います。落としにくくする方法なんですけど、まずはセッティングを見直すっていうのをやってほしくて、ハイハットとクラッシュが近すぎたりとか、スネアとタムの高低差が大きかったりするとどうしてもやっぱり引っかかりやすくなってしまうので、シンバルをちょっと遠くに置いてあげたりとか、タムを低くしたりとか傾けてあげたりとかっていう風に、セッティングを見直してあげるっていうのも一ついい方法かなと思います。じゃあ次に見てほしいのがスティックの太さ。スティックってどうしても細すぎるとすっぽ抜けちゃったりとか、逆になんか変に力んでギュッて持ってしまったりとかっていうのも、スティックを飛ばしてしまう原因の一つにはなると思うので、自分の手の大きさに合った太さのスティックを見つけられるといいかなと思います。じゃあ次は、自分の手に合ったスティックを選んであげるっていうのがあって、例えば手が乾燥しやすい人とかだと、こんな感じでニスが塗られてるスティックを選んであげると滑りにくい。逆に手汗をかきやすい人とかはニスが塗ってると滑りやすくなっちゃうんで、ニスが塗られてないナチュラルフィニッシュっていうスティックを選んであげるといいかなと思います。それでも、どうしてもちょっと滑りやすいし不安っていう方は、例えばグリップテープだったりとか、ドラムグローブとかスティックに塗る滑り止めのワックスとか、そういうなんか滑り止めグッズですねっていうのを使ってあげるのもいいかなと思います。でもう一点見てほしいのがスティック握る時のグリップの視点なんですけど、この親指と人差し指からこっちの小指と薬指で、このグリップエンド側の方の視点に移し替えてあげると、リバウンドがすごく制御しやすくなって、スティックが飛んでいきにくくなるっていうメリットもあるので、一度試してみてもいいかなと思います。実際に落としてしまった時の対処法なんですけど、ドラムにおいて一番避けたいことって、もう演奏自体が止まってしまうっていうことなので、もう最悪もうキックだけでも、もうこれだけでも鳴らし続けてあげられるといいかなと思います。で、演奏中に右手のスティックを落としてしまった時はスネアとキックで刻み続けてあげるといいかなと思います。逆に左手を落としてしまった時はすぐにスティックを左手に持ち替えてあげる。指のスティックの置き場所なんですけど、こんな感じのスティックバッグですね。これを大体こういう紐がついてるのでフロアタムにぶら下げてあげる、プラスこのバスドラの上ですねに置いといてあげると、いざという時でも取りやすいのでいいのかなと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じでした。どうしてもね、ライブ中とかにスティック落としちゃうとすごいテンパっちゃうんですけど、普段の練習とか、スタジオとかから、落としてしまってもスムーズに対応できるように、練習しておくといいかなと思います。じゃあ今回もありがとうございました。さよなら。